あっぱれの時間です。よろしくお願いします。いや、高校野球ももう大詰めですか？はい、そうですね。暑い中頑張ってるね、高校生もね。本当私たちもね、今取材行かせてもらってるんですけど。そっか、私たちでもヒーヒー言ってるのに彼らは野球をしてるわけですからね。本当にあのグラウンドの中で野球やってるって信じられないよね。いや、すごいよ。ただ結構今回の途中とかで、うん、10分その熱中症対策のため一旦休憩を取りますとかってちょっと間が空けたりしてやってますよ。なるほど、うん、いやでも体力もすごいし気力もあるし、ね、俺なんてこの間子供高い高いやったら背中つっちゃったんだから、はい、もうもっと動かしていきましょうね。そうですね、やっぱ高校球児のぐらいの体力で子育てしないといけないですね。気持ちも張って頑張っていきますよ、今日もね、はい、よろしくお願いします。ということで本日はこちら、ズドン、小田原市でございます。はい、小田原市、戦国時代は五宝城市の城下町でした、うん、江戸時代はね、東海道切手の宿場町として栄えた町ですね、はい、うん、去年は結構小田原城のあたりを巡りましたね。そうです、そうです。足湯に入って小田原城を見て、はい、忍者も飛び出して、そうですね。お、今日忍者コンビだ。あ、そう、レン君と星野さん、前回 ね、ちょうど前回忍者に扮してくれた2人が揃ってますね。いいですね、よかった、ね、我々もなんか甲冑なんか着させてもらって。あ、そうだ、やりましたね、姫になったんでした、うん、はい。でも今日がどこに来たかと言いますと、うん、はい、この辺り今いるのがこの青松パーキングエリア下りですね、うん、ちょうどトイレの建物の上にいるんですよね。そうなんです。すごい見晴らしがいい。こんな海が近いなんてびっくりですね。すごい気持ちいい、うん、ね、まあ、夏半島あって伊豆半島あってこっちが、江ノ島、鎌倉江ノ島方面ですか、はい、気持ちいい。ドライブの途中にね、立ち寄る人が多いんですかね。そうかもしれない、はい、なんかあのバイクなんかもたくさんあって、ね、多分海沿いビーッと走るの気持ちいいんでしょうね、はい、で、すごく新しいじゃないですか。新しい、はい、なんでかって言いますと、こう2019年の台風19号で、うん、ここあの波が打ち寄せてくるので被害を受けて一旦ここを休んでたんですよ。なるほど。なんですけど今年の4月に防災の機能を充実させた上で今再オープンしたばかりのところで、リニューアルしてるんですね、はい、かさ上げしたり波打ちのこう擁壁をね改良したりっていう。あ、なるほど。それで少しあの壁際も高くなってたりとか、はい、うん、防災機能が充実してると。なるほど。で、まあ、土日を中心にキッチンカーも出てるので、あ、楽しい。ここね、景色だけじゃなくグルメも楽しめるんだそうです。いいじゃないですか、はい。そしてね、うん、なんで今日はこの神津駅、神津ね、周辺を巡っていきますよ。ランチもハテナいっぱいあって、どうだ、なんだろう、見せないんですね。楽しみ、はい、これめくれるわけじゃないですよね。ここめくれなそうですね。もう完全に印刷してあります。印刷だ、はい、よし、じゃあ今日は神津駅中心に行きましょうか。はい、それでは行きますよ。あっぱれ神奈川大行進スタート。移動しております。はい、高速を降りて、うん、はい、今神津駅の方に向かって歩いていますね、はい、うん、この辺かな、この道がギザギザしてるあたり、この辺、はい、そこら辺を、はい、歩いております。国道1号線沿い、はい、これですよ。お、あれ、どこ台でしたっけ、秋田さんの大学。駿河台大学。駿河台大学だぞ。駿河台大学一回出たことあるんです、ね、出ましたよね、はい。でも結構国道1号線って、はい、まあ、もちろんね1号っていうぐらいだから太い道ですけど、はい、うんうんうん、この周り、はい、結構あれですね、民家というか、はい、普通の住宅多いですよね。確かにお店もちょっとあるけど、うん、お家の方が多いかもしれないですね。そうそうそう、なんかいい雰囲気の街というか、うんうんうん、でも向こう側が海で、海ですね。であっち側にさっきね電車がバッちょっと通ってましたけど、はい、線路があって、でもうちょっと行くと神津の駅で、神津駅、はあ、
結構昔ながらの、まだ町並みが結構残ってるんだろうな、この辺。この辺もちょっと歴史ある感じの建物が、歴史ある感じしますね。2階の作りが、ステンドグラスみたいな。本当だ、綺麗。レディスファッション古屋さん、お洋服屋さんですね。なんかクマちゃんもいて、なんか古いミシンなんかがあったりして、昔使ってたのかな、やってるかな。ね、行ってみますか。ね、行ってみます、はい、こんにちは。あっぱれ方から大根心と申します。こんにちは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 。素敵なお店ですね。はい、ありがとうございます。はい、長いです。もう長いんですか、はい、歴史も古いんですか。そうですね古屋さんだけに、はい、古屋さんヤッホーって書いてあるじゃないですか。そうです、今日は皆さんヤッホーって挨拶できるように街で。そういう日なんですか。はい、あ、そういう日じゃないけど、まあそうなればいいなっていうことで。なるほど、はい、お魚屋さんもつけてくれてますし。あ、向かいの、はい、みんなヤッホーって声かけましょうっていうことで。ヤッホー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 、どうぞ。すいませんあ、素敵、はい、あら、いろいろ。ここ靴を脱いで、はい、失礼します。お家のようにくつろいでください。あら、いいですね、はい、わあ、すごい。あ、よいしょ。古い写真ですか、あれ。はい、私のおじいちゃんが、はい、昔下駄屋さんだった頃の写真で。下駄屋さんだったんですか、はい、日清戦争が終わってから、おじいちゃんが、これより上のおじいちゃんが始めまして。日清戦争って言うと、じゃあ今からもう100年以上前ですよね。明治39年。いや、そうですか。じゃあ最初は下駄屋さんで、今はこういうふうにお洋服をやられてる。そうですね、だんだん下駄の後、こういうサンダルとかも売る履物屋さんになって、その後ちょっとお洋服とかも置いたりして、ファッションとかお洋服の、私の父から洋服屋さんになりました。すごい。下駄、はい、下駄の、なんていうの、これでね、下駄をですか、この上で作ってたらしいんですよ。この木槌と、はい、なんかカンカンってやりながらやってたんだろうな、そうですね。すごい、かお洋服もね、素敵で、ね、みかん祭り、あ、ヤッホーみかん祭り、ヤッホーみかん祭りは、はい、初めて神津で、はい、去年開催されまして、はい、それは主催がヤッホー神津村役場っていう、神津の町を盛り上げましょうっていう方たちで、結成された団体なんですけど、それの初代村長がなんか私で。村長村長あ、旦那が村長たち。あ、そうでしたか、はい、すいません、村長ヤッホー神津村の神津村役場です、はい、そうでしたか。そういう地域おこしの取り組みも、住みやすい町にしようということで、いろんなことをこれから開催してやってるんですね、はい、今年もみかん祭りをやるんですか。あ、本当だ、11月に、はい、だから胸元はみかんなんですか。はい、みかん太郎です、みかん太郎みかん太郎、かわいい。みかん祭りの時に、ちょっとワークショップで皆さん作られた、はい、手作りで、手作りで、皆さん顔も違うんですけど、はい、ブローチです。すごい、かわいい、はい、ありがとうございます。お洋服もなんかかわいいです ね、フリフリしてて。手作りです、ね、あれ手作り、はい、すごい。じゃあ手作りのものも売ってるんですか、はい、ほとんど手作りで。ほとんど手作り、はい、こっちのだいぶ、この辺も、はい、この辺もです。そちらお邪魔してもいいですか。すごい、はい、この辺も手作りですか。この辺は手作りなんですけど、生地が新潟県 の、はいはいはい、伝統技術で作られた小千谷縮みっていう、ユネスコ世界文無形文化遺産に登録されている生地で作りまして、はい、でボタン、このボタンは箱根の寄せ木細工で、はいはいはい、行きました行きました、太田木工さんのボタンなんですけど、はい、ボタンも作ってるんだ。コラボで、技術のコラボで、はい、すごいの、いい、すごい涼しいんで。あ、涼しいんですか、はい、確かにすごい軽そうですね、着るのがね、うん、朝朝焼くで、そうね、へえ、あっち側のカラフルなお洋服も作ってらっしゃるんですか。はい、全部手作りです。すごい、
あれは子供用かな。可愛らしい。ああ、ほんとだ。ちっちゃいドレスもあって。ね、あ、この辺、これ服って、これ作るのってどれぐらいかかるんですか、こういうの。このちっちゃい子がなんか、いいなんかね、結婚式とかに来てたり、あのピアノの発表会で来たり、まあ、娘に作ったものなんですけど、まあ、レンタルもできたりするんで、そうなんですか、着られるんですね。もう、うちの子は着れなくなっちゃったので。そうですか、はい、よくお似合いで、よくお似合いです。素敵です。この辺もカラフルでね。あきらさんの娘さんも、はい、ね、もうちょっとしたらこの辺り着るようになるんじゃないですか。そうですよね。くるくる回ってました、女の子は。これ、あ、そう、来てこの辺ね、うん、こう回ったらこう風が入って綺麗になりそう。かわいい、素敵素敵。もうオレンジも鮮やかですね。本当だ、いいじゃない、はい、うん、これはみかん祭りの時に、はい、あのみかん色でいろいろ作ったお洋服ですね。はい、おー綺麗。これいいんじゃないの。あ、私、うん、はい、おいいね、いい感じ、ちょっと長いから、いいじゃない。あ、いいですね。どうですか。いいと思いますね。いいと思います、はい、ありがとうございます。あきらさんのそっちのオレンジいかがですか。男性用もあります。あ、これ男性、あ、男女なんだ、はい、ちょっとこう海を感じる。あ、そう、構図の海の青と。そうでしょ、やっぱりね、はい、みかんと。そうだと思いましたもん、だってよく分かってらっしゃいますね。すごい、なんかちょっとこのストライプ、こう生地がちょっとおそろっぽいというか、うん、ね、リンクコーデだ。リンクコーデになってて、はい、かわいい。ここにもポケットが後ろにもポケットがある。すごいすごい、デザインが、工夫が凝らされてる。もしよかったら、はい、レンタルいたしますので。え、てみて、あ、これを、はい、レンタル、ほう、え、そうですか、しちゃいますか、しきますか。ねえ、はい、かわいい。ランチです。はい、シャンシャン、わかりましたよ、我々。あの、やっぱアキラさん、やっぱ俳優さんだからそういうポージング決まりますね。決まってないでしょ。私なんかただパカパカしてただけなんで。いいじゃない。いやいやいや、いいですね、夏っぽい色でね。うん、そう、はい、可愛らしいですね。爽やか、爽やか、うん、はい、ということでここからランチのお店に行きます。はい、もうね、すぐなんです。あ、そうですか。そうなんです、うん、このね、ハテナの真相を見つけ出しに行きましょう。よいしょ、はい、こっちかな。はい、あの、もし、楽しみ、イメージ間違ってたらあれなんですけど、ええ、構図って結構なんか皆さん忘れ物を取りに来てるイメージなんですけど、あの電車、うん、電車の忘れ物、皆さん構図に取りに来ません？どういうこと？え、なんか多分なんかあるの、大きいセンターがあるのかわからないんですけ ど、 なるほ ど、 なるほど、結構なんか周りの人とかで忘れ物をしちゃったら構図に取りに行かなきゃいけないみたいなことをよく聞く気がするんだけど、もしかしたらあるかも、その、はい、落とし物とか忘れ物の集積地みたいなところでしょ。なのかなっていう、私そのイメージが強かったんですけど、もし違ってたらごめんなさいで。結構周りの人もね、構図に来たっていう人が何人かいて。あ、はい、あ、ここかな。あ、ランチここですね。こちらですか。はい、まあ、嬉しい。こちら、今日はお惣菜カフェさんにお邪魔します。お惣菜カフェ、はい、これでお惣菜って言うんですよ。これでお惣菜、お惣う三一菜、はい、可愛らしいじゃないですか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、転ばないでくださいね。この隙間で転びそうになりました。 この、ね、この隙間。さあ、失礼します。こんにちは、いらっしゃいませ。やっぱり方が大詳しいんです。よろしくお願いします。失礼します、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あ、すいません、お客さんももういらっしゃって、お邪魔します。常連さんですか、皆さん。そうですね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。雰囲気がなんかすごく、うん、あのランチ、あのね、今日私たちいただきますけど、はい、少しなんかこう大人な、はい、このライトもあったりなんかして、ミラーボール、ミラーボールもあったり、ミラーボールがギラギラしてます、ね、ありがとうございます。面白い。そうなんです、はい、ここあの もともとバーで、あ、そうなんですか、はい、私があのお客さんとしてずっと通っていたバーで、はい、あの前のお仕事がなくなっちゃうってことで、うん、マスターに相談して、はい、昼間使っていいよってなって、あのなぜかそういう流れで、はい、それで、はい、じゃあ夜はバーで、はい、昼はそうランチのお店としてやってるんですか。そうなんです、お惣菜屋さんカフェ、はい、
みたいな、はい、すごい楽しみ楽しみですね、はい、ありがとうございます。水がもうめちゃくちゃうまそうです。いただいていいですか。いいです、小田原の水。横広コップ。ダメちゃう。聞いて咳込んでますけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。決して日本酒の中じゃないです。じゃあご予約いただいてたランチをご用意してるので、はい、わーいっぱい。ちょっとちょっとちょっと、こんなに。さすがお惣菜カフェだ。これがハテナの理由ですか、はい、そうですね。いろんなものをピックアップできるんですね。はい、これ実は、うん、さっきハテナが3つあったと思うんですけど、ありました。3種類は自分で選べるんですよね、はい、そういうことか、はい、じゃあもともとついているものに、うん、プラス3種類で全部で6個お惣菜、はいはい、ご飯について、はい、これでいくらですか。これで990円。安っ。大変でしょ。こんなに作るの何種類ぐらい作るんですか、お惣菜。今日は10種類くらい。 10? 下ごしらえ大変でしょう。頑張ってます。うわー、そうですか、はい、これそれぞれだからちょっとずつ乗ってるものが違ってね。はい、僕はあのシソのハンバーグ、はい、はい、大葉つくねバーグ、うん、はい、であとこれが里芋コロッケです。里芋コロッケ、はい、ね、こちらの人気商品、はい、でピクルス、ピクルス、はい、とあったかいお豆腐、豆腐、はい、でとポテトサラ、サラマカロニポテトサラ、はい、でこちらがずんだのポタージュです。ずんだのポタージュ、はい、おいしそう。私はこのかぼちゃ、うん、はい、かぼちゃとイチジクの煮物です。イチジク、はい、おしゃれ。これはそれはズッキーニ、肉巻きズッキーニ。巻きましたね。結構インパクトがある見た目ですね。アスパラズね、肉巻きのみたいなんでよくありますけど、はい、ズッキーニ、ずいぶん太いもの、はい、巻きましたね、はい、そのまま巻いて焼きました。じゃあキラさんと一緒かな、はい、コロッケ。そうですね、里芋コロッケです、はい、うわ、いただきましょう。ありがとうございます。お醤油です。よかった。コロッケ味ついてるんですけど、はい、はい、なるほど。お好みで。ありがとうございます。はい、いや、せっかくだからもうコロッケからいっちゃおうかな。はい。ちょっとじゃあ味ついてるっておっしゃってたんで、ちょっとこのままいっちゃいますね。はい。あ、大きい。プルンプルン。いきます。あ、うん。あ、うん。あ、お、大丈夫ですか。滑らか。お味しっかりついてます。あ、はい。これでももう。おかずとして十分ぐらい。おーおーおお。なんかやわらかで、うん、ご飯にも合うし、里芋なんていうんですか、この口の中でね、やっぱ広がるお味が最高ですね。ありがとうございます。私どれから食べたらいいですか。どれから決めてもらってもいいですか。どれから食べましょう。食べちゃうよね。どれがいいですか。実はランチでも、はい、いつもついてるこのお豆腐が、うん、豆腐結構人気で、はいはい、あのだしにあったかいお豆腐が入ってるんですけど、はい、あのただそれだけなんですけど、はい、あのだしがすごい、はい、ちゃんととっておいしい、あの油脂豆腐、沖縄の油脂豆腐 に、はいはいはい、似せて作ってるんです。じゃあお豆腐をいただきます。うわ、本当だ。シンプルなのに、うんうん、なんでこんな美味しいんだろうってぐらい、うん、これ何の出汁ですか？かつお節で取った出汁なんですが、はい、いや、なんかすごい体に良さそうなお味がします。もともと小田原ですか、うん、そうです。生まれも育ちも小田原。生まれも育ちも小田原、はい、小田原美味しいものいっぱいあるからね。、うん、料理はメニューね、たくさんあるみたいですけど、自分で考えてらっしゃるんですか？そうです。はぁ、うん、うん、バーグうまい。うん、うまい、これ。うわ、おいしい。じゃあもう季節ごとにいろいろ変えて、はい、うん、季節 の、 あの野菜を、うん、まあ、主に使って作るっていうコンセプトになります。うんうん、ズッキーニなんてね、やっぱ夏野菜ですもんね。そうですね、はい、に、うん、いや、こんなにお惣菜あって、はい、何種類もあったらなんか選ぶの迷っちゃいそうですね。そうなんです。どれにしようかなって言って、はい、だから3品じゃ選べないって人は、はい、もっと選んでもらってます。あ、さらに選べるんですか？プラスで
はい、なるほどね。これとこれとこれもう食べたいっていうのがあれば、うん、はい、3以上も選べると、はい、まあ、別にね、もう一回来てもいいですしね確かに全周制覇すればいい話ですもんね、はい、日々ちょっとずつ変わるので、うん、毎日来てもらっても、はい、歩いてます。はい、ランチを食べ終えてお腹がいっぱいになりました。小鉢選びたくなっちゃう、他のやつも、ね、そうですねはい、ということで、はい、私たちまだ東海道沿いを歩いております、うん、ずっとこの青い星のあたりにいますね、うんうんうん、いいじゃないですか、はい、ちょっと海の方行ってみますか、ね、この辺も小道があって、こっち行けば、はい、海だと思う。こっちでしょ、はい、なんかちょっと懐かしささえ感じられるような、なんかですね、いい小道でも、もうこうあっぱれやってると小道の先にはきっと何かがあるっていうのが、小道はありますよ、ね、うん、まだ海は見えないですね。まだ見えないかな、うん、ちょっとさっきの高速道路が、あ、そうかそうか、少しね、高速が通って、うん、車が通って、うん、ですね、うんうん、あの向こうがもうまさに海なわけでしょ。海ですね。いやでも晴れてないけど結構やっぱ蒸すね、この時期は、ね、ほんと蒸し暑いです、うん、あと微妙にね、パラパラと雨も降ってるんですよ。雨も実は、あれ感じません？今ね、あんまり感じてなかったけど、来てました？多分ね、降ってます、パラパラ、うん、ポツポツと。我々のね、このオレンジ着こなしちゃったりなんかしてね、はい、おあ、なんかおしゃれ、なんかおしゃれ、植物がたくさんありますね。何、玉ゆら、玉ゆらポートかな、ポルトさんかな、ポルトさん、あ、なんかちょっとおしゃれな感じしません、はい、植物のお店かな、ね、ちょっと行ってみましょうか、はい、あ、失礼します。こんにちは、アッパイ花川大越と申します。あ、いいですか、ちょっとお邪魔して、はい、あ、素敵、失礼します。お花屋さんというか植物屋さん、そうです、ね、すごい、すごい綺麗、ありがとうございます。み緑に囲まれて、わあ、素敵、あと涼しい今日も暑いですからね。涼しいですね、はい、ですね。でもこんなに暑いとあれじゃないですか、こういう植物も育っちゃうんじゃないですか。そう、今の時期はもうどんどん新芽がこう出てくるんで。本当ですか、はい、そのおひげとその大きな葉っぱ似合いますね。いつからこちらのお店されてるんですか。ちょうどもうすぐ2年っていう感じで、一昨年の10月からですね、はい、はい、あれその T シャツ、はい、エリア 8.5 って、あの、はい、二宮町の、はい、あれですよね。そうです、絵描きのペインターさんですか、はい、の方が、そうです、この地域盛り上げたいんですって言って、はい、その T シャツですか。そうです、あの、やっぱり、はい、僕もそれに面白いなと思って賛同してこっちにお店を出したような感じなんで。あ、じゃあ元々はその2年前は別のとこで、はい、そうです、あの今も秦野にもう1店舗あるんですけど、はいはいはい、でこっちの方も面白そうだなと思って、はい、海も近くて最高でしょこの辺。そうです ね、 ね、はい、私の 8.5 あんまり、私がいない時かな、やっぱりやったんですかね。僕1年目の時に、はいはい、あのね、本当に三角の家だったんですよ、はい、で僕もねジャッキーチェンが降りてきそうな建物ですねって言ったのすげえ覚えてて、で中にお邪魔したら、なんか中もね変わったね作りで、でそこで絵を描いて自分の絵を販売してらっしゃるっていう方がいらっしゃってね。そうですね、はい、8.5 っていうのはどういう意味なんですか。あの東海道53月で大磯が8番目の宿場町で、小田原が9番目だったんですよ、うん、でその間のエリアっていうことで、そういうことで、はい、エリア 8.5、 はい、じゃあ若い人たちがどんどん集まってるですね今ね。じゃあそうですね、今どんどん移住したいっていう方も結構増えてきたり、お客さんでもそういう方多いですね。そうですか、はい、うわでも雰囲気わかる。なんかねちょっとその時もそうだったんですけど、はい、なんかねちょっとのんびりしてるっていうか、そうですね、ちょっと時間の流れ方が、はい、この辺ゆったりしてる感じしますよね。そうですね、だってこれノンプレッシャーっていう感じノンプレッシャー、はい、だってこれ都内だったら倍ぐらい木置いてますよ。そうですね、はい、贅沢にこうこれだけ広く使ってると気持ちいいでしょうね。そうですね、草花も、うん、なんか面白い、なんか草花、うん、おすすめあります？
おすすめの木ですか、うん、ちょっとこんなのおすすめの木おすすめの木はありますか、まあ、みんなおすすめなんですけど。確かにそうですよね、はい、一応うちは樹形とかにこだわって仕入れたりはしてるんで。樹形形ってことですか、はい、そうですね、うんうんうん、だからもう一本一本しっかり厳選して選んできてるというか。なるほど。こういうのなんかも枝ぶりも良くて幹もしっかりしてるんで、本当だ、ウンベラータ、はい、なるほど。こういうのも個体差があるから。そうですね、盆栽じゃないですけど、はい、枝のねこう広がり方とか、はい、こだわってらっしゃるんだ。そうなんです。わ、面白そうなの見つけました。何何、ハエトリソウ。はい、ハエトリソウ、これこうなんだ、ハエ食べる。そうなんです。パカッてやるやつ、ね、中にすごい細かい、はい、なんていうんですかね、棒みたいのがあって、はいはいはい、そこを2本すぐれるとパカッと閉じるんですよ。へえ。でそのままこう溶かして吸収するっていう、うん、すごい、はい、このハエトリソウも普通にお水をあげて。そうですね、ちょっと湿った状態が好きなので、はい、水が抜けないように中にお水を溜めていくっていうような感じで、うん、はい、たまにあれですか、養分として虫あげたりとかもするんですか。そういうのはしない。うん、しないそう、じゃあ、はい、普通に欲しいなんていう方もお水あげてれば大丈夫なんですね、はい、そうですね、たまたま入った時に食べてもらう。なるほどなるほど、あ、面白い。わあ、面白い。奥は金魚がいますね。はい、本当だ。あれは売ってるんですか。あれは僕の趣味です。あ、趣味趣味、はい、でも結構数いないですか、うん、結構いますね。なんかよく行く金魚屋さんに行くとつい買ってきてます、はい餌を買い行ったのに金魚買って帰ってくる、はい、そのうちそっちの壁一面金魚になってないでしょうね大丈夫だ、これ以上は広がっちゃってね、増やさないように、はい、面白い。うわ、なんかでもこういう大きな葉っぱのやつとかも、はい、ちょっとこの海沿いながらの雰囲気感じますね。そうですね、うん、わ、こんなこういう私植物を置ける家に住みたいです。わかる、はい、いいよね。え、アキラさんち植物あります？いや、今前にいただいたアキラ、あれまだお水あげてね、はい、ベランダで育ててるんですよ。一回花散っちゃったからダメ、 なんで、はい、ダメになってるんですけど、うんうんうん、でもね、お水あげてます、ね、やっぱりね、緑があると安らぎますよね、はい、お家に ね、 いいじゃないですか。コーヒーとかもあるんですか。はい、あ、本当だ。一応今こういうレンタルチェアとかもやっていて、はい、うん、海がすぐ近くなんで、はい、まあ、それを持って皆さん海でコーヒーを飲みながら、はい、ゆっくりするっていうの。めっちゃいいじゃないですか。海カフェって書いてあります、はい、借りてきますか。行く、行っちゃう、借ります。ぜひ。いいですか。わ、やった。はい、いつも立派ですね。うわ、おいしい。聞く、最高。波の音聞きながらのコーラ最高。クラフトコーラ、ナナコーラっていうのをね、はい、販売してたんで買ってきましたよ。 CM いけんじゃないこれ何の CM ですか、ちなみに。飲み物の、飲み物のね、炭酸水の。あ、いいかもいや最高。先ほどの店でね、はい、椅子と。あ、もう30秒ぐらいでしたからね、歩いて、うん、本当にすぐでした。いや、いいな。ね、何釣れるんでしょうね、釣りしてる方もいらっしゃいますけど、ね、釣りしてる方たくさんいらっしゃって、うん、じゃあね、こんな気持ちいいところでメールコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。はい、じゃあ私ここから出します。あ、そんなところに。お腹に隠しております。はい、すいませんね、ちょっと私たちだいぶリラックス状態でねお送りするんですけど。本当です。こんなにリラックスしてテレビに映ってていいんでしょうかだってちょっと下がってますからね、こう。そうなんです。体がね、斜めになってます。はい、はい、皆さんいつもメールおはがきありがとうございます。東京都稲毛市の白間さん、はい、ありがとうございます。満州楽しみに見ています、はい、これからもっと暑くなると思いますが、お二人は暑さには強いですか。テルイアナはアキラさんのギャグで涼んでいるのでしょうか、といただきましたけれどもどういうことだ。あのね、滑ってるってことか。本当に涼しいんです。涼しいんじゃないよ。本当に涼しくなるんですよ。本当にも、本当アキラさんのギャグってそういう効果があるんで。テレビの前でも寒くなる、はい、クーラー設定温度2度上げたろか。ほらほら、本当に今日もベタベタ暑いんで、ちょっと気温下げていただいてもいいですか。一発お願いいたします。バカ、
急に言うんじゃないよでマイク取れましたよ。マイク取れちゃった、マイク取れちゃった。今子供の身長これくらいです。皆さんどうですか、涼しくなりましたか。寒くなっただろう。あ、うなずいてますので涼しくなりました。そうそうそう、私はね、あきらさんのねギャグで涼んでるんですよ。はい、で続きまして、厚木市のゆいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。海プロキッズが着ている T シャツ、ぜひともプレゼントしてほしいですといただきましたそっちも、あれってプレゼントできるもんなんですか。どうでしょう、どうなんですか。我々があれですもんね、うん、準備してるというよりはしてくださってるやつですもんね。そうですね、海プロさんと交渉してみましょうか、うんうんうん、ね、今度。でもちょっとキッズ用のサイズなんであんま大きいのはないかもしれないですねはい、ちょっと いいじゃないですか、ピチピチで着てもらいましょうよ、うん、確かにちょっと検討してみますありがとうございます、ね、はい。なんだ、今回も絶対に勝ってやるんだ。あれ、もしかして今回も絶対に勝つんだ。声は全然聞こえないけど。なんて言ってんだ。あの青い T シャツ、もしかしてちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。よいしょ。ちょっと待って。立ち上がるのが、ね、絶対に勝ってやる。お尻もぐっと下がってるもんで。よし。お。ちょっと。おーい。ちょっとこの青い T シャツ、もしかして、あ、やっぱり海プロキッズじゃないか。ハリマくんだ。ということで、やっぱり海プロキュー。イエーイ。来たな。来ましたよ。よろしく、今日も。今日もよろしくお願いします。気持ちいいね、海ね。はい、うん、なんで叫んでたの。いや、もう今2連、え、じゃあ、あきらさんたちが2勝1敗ということで、うん、そっか、僕負けてるんですよ、そっか、負けてるんで、今回は絶対に勝ちたいんですよ。いや、それを叫んでたんだ。はい、なるほどね。海に向かってガッツ入れてきました。ガッツ入れてた、負けないぞ、はい、負けないぞ、今回も勝つぞ僕は今回も絶対に勝つぞ。よし。さあ、じゃあクイズを出してもらえますか。行きますか。はい。さあ、今日のクイズはこちらだ。こちらです。はい。はい、小田原では取ったけど根のつかない魚をある料理に使います。うん、地元の名産品にしようという作戦が実施されています。その料理とは次のうちどれでしょう。1、金目鯛パエリア。2、アンコウカレー。3、カマススパゲッティ。ちょっと待って。めっちゃ難しいじゃん。ちょっと待って、小田原では地魚大作戦として称してある料理、値段がつかないんだ。はい、取った魚、その魚を取ったけど値段がつかないからそのまま廃棄されたりする魚を、なるほど、ね、もう一回食べれるようにします。しっかり活用するっていうことなんだね、廃棄せずに。はい、当ててー、ちょっともう当てたいぜ。どうしましょう。決まりました。決まった。私も決めました。はい、いきますよ。せーので、お、2、一緒、2番です。はい、2番です。え、いいんですか、その2番で。え、何何揺さぶってくる。揺さぶってくんじゃん。私は2だな。いいの、今なら変えるチャンスはあります今なら変えてもいいですよ。あれ、あれ、あれ、じゃあ3番。変わった。お、意見が割れた。割れましたね意見が割れちゃった。3番はるまくんが私たちをなんだ、ね、身のもんだばりに揺さぶってくんじゃん。揺さぶってきてね。じゃあ、それじゃあそろそろ答えいきますか。はい、答えお願いします。出せよ、せーの、答え2番です。やったー、やったー、くっそー、引っ掛けやがって。勝ちました。やっぱりはるまくんも3回目ともなるとやっぱ上手くなってますね。ちょっと慣れてきてるな、テレビに。そうか。小田原地魚大作戦協議会の田川です。これを開発したきっかけなんですけれども、冬場から春先にかけてあんこを小田原で取れてるんですが、なかなか鍋のシーズンが終わると値段がつきません。漁師さんのそんな声がありまして、昔のですね、おかみさんレシピというものを引っ張り出して、こういったレトルトで、小田原のあんこうカレーというものを開発させていただきました。こちらのあんこうカレーですが、鮮度抜群のイカシのあんこうを使ってですね、高タンパクで低カロリー、旨味がギュッと詰まったスパイシーなカレーになってます。ぜひ食べてみてください。はい、あんこうは本当に
冬場はあんこう鍋とかで美味しいじゃないですか。でも夏場はあんこうが売れないんですよ。そっか、たくさん釣ったでしょ、ね、そういうあの釣ったけど使われない魚とかあんまり利用されない魚とかを食べることによって海とかがそういう海の豊かさをちゃんと守ろうみたいな感じになります。なるほどね、確かに確かに、はい、あと実は、うん、あの愛川町編の時に、うん、あの当てられちゃったんでその景品ということで、うん、景品ありがとう。あきらさんと七瀬さんっていう、うん、僕が 3D プリンターで、はい、あのこういう魚を勉強する過程でこういうのを作れるようになったんですよ。すごいじゃん。カメラで七瀬って書いてあります。ちゃんとお盆もつけてあります。アナウンサーだからマイク。はい、マイクです。うわーすごい、かわいい。これは僕 の, あのオリジナルのロボロボちゃんっていうキーホルダーの、うんうん、特別に七瀬さんとあきらさんバージョンを作ってきました。お盆もすごいですね。こんな細かい字が。すごい、あっぱれ神奈川大行進だった。手も足も動いてかわいい。オリジナルなのこれ作ってんの。はい、もうこれ作るのに実は3ヶ月ぐらいかかりました。もう設計から何まで考えてたら気づいたら3ヶ月経ってます。そうなの。すごいな。ありがとね。わあ、今日じゃあ外れちゃったからあれだ。次回はもらえない。僕がもらえないの。くそ、あんなこと言うから当たってたのに。当たってましたね。当たってた。嬉しそうな顔して。まだまだねバトルは続きそうですね。そしてね、海プロ級と言えば8月5日に三井アウトレットパーク横浜ベイサイドであっぱれ海プロスペシャルデーというイベントが開催されますので、皆さんぜひそちらにもお越しくださいね。お願いします。お願いいたします。あっぱれでは海と日本プロジェクトを応援しております。海プロキッズ待ってるぜ。待ってるぜ。待ってるぜ。次は誰かな。移動してまいりました。はい、引き続きね速道1号沿いを歩いておりまして、はい、海が見えております。気持ちいいねやっぱね。はい、いいですね。でも今日風が本当気持ちいいんだよな。確かにね、暑いけどこう、うん、海風は吹いてますからね、うんうん、はい、ということで、はい、私たち今ですね、うん、さっきまでこの海沿いにいたんですけれども、ぐぐ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 ぐっときまして、この曲がり角っていうのかな、うんうん、この辺りに、この辺りにやってきました。はい、すっかり今日は海の辺りでした ね国道1号沿い。はい、いいね。あーすごい抜けがいい。あー最高。いや家からこうやって海見えるって最高なのか。あーそうですよ ね、 ね、この辺の皆さんはこの辺のお宅からはもう、うん、海が目の前だもの。本当の目の前。あ、ここもまた植物が、ね、結構豊かな。作業されてる。あ、すごいすごい。なんだろう。あ、ガラスかな。ガラス。わ。こんにちは。こんにちは。行って、あなたが行って。すみません、今何の作業されてるんですか。吹きガラスをやってます。吹きガラス。ちょっと見てもいいですか。どうぞ、ちょっと熱い。この辺だったらいいかな。あ、この辺って熱いから。あ、熱いですよ。暑いですよ。うわ本当だ、わすごい熱が伝わってくる。熱い。動いてる動いてる。うわ真っ赤。これ今は何を作ってるところですか。これは風鈴をこれから作るところと、まだ結構初めの段階ですよね。これから今膨らませてどんどん形が変わっていきますよ。はい。ご存知なんですね。あ、あ、あ、こちらも、こちらも、あ、はい、船8.5。これも。あ、さっきね、あの植物の浜ゆらポートさんでも、あ、あそこでも、はい、この辺の地域の方は結構、うん、あの知ってるんじゃないかなと思いますけど。そうなんですね。はい、ここはガラス工房ですか。はい、そうです。吹きガラス工房。もうどれぐらいやってらっしゃるんですかこれ。どれぐらいだっけな。10年ぐらい12年ぐらいですかね。12年。はい。ああすごい。あ、大きくなった。あ、大きくなってる。大きくなった。これ何度ぐらいで熱してるんですか。これは1240
35度の設定で、あの角のついてる中でガラスが溶けてます、ドロドロっと。それをその棒でちょっとすくって、はいはい、取り出して、で、どん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 冷めちゃうので、どん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 硬くなっていく、はい、それを形を変えるためにもう一回今焼き戻しているところ。これ一回体験みたいなのでやらせてもらったことありますか？プロを解くの。本当ですか。あ、すごい。お、型に入れて。はい、これでまた形が変わっていく。あー、綺麗。ギザギザがついてる。綺麗。すごい。すごい。ずっと見てられる、こういうの。ねえ。ねえ。今暑いのでオレンジ色に見えてるんですけど、はい、これだんだん色が変わっていきますから。最終的には何色になるんですか？これ今日は青っぽいですね。青、あれが青なんだ。緑っぽさもあるけど、だいぶできてきましたね。お二人は ご夫婦ですか？あ、はい、夫婦で作ってます。そうですか。奥さんのもこういう作られて。私は、まあ、どっちかというとアシスタントがメインですので、ふーっとするのは主に夫です。じゃあですね、ガラスだけじゃなくて、ハートも溶けちゃったわけですね。おいしい。おいしい。旦那さんも笑ってるから。なんか、熱くなってきました。より熱いです。2人のハートでね、はい、もう。どんどん形が。この短時間で、こんな風にしっかり形が出来上がるまでになるんですね。うん、そうですね。ガラスは、こう、短時間で、こう、どんどん、なんていうかな。あの形を変えていくって方がよくて、時間をかけたから必ずしもいいってわけじゃないです。なるほど、はい、技術が詰まってます。冷めないうちにパッパッパッともう達人はやっちゃうわけですね。そうですね。すごい。お隣は工房？あ、お隣は売ってるのか、販売してるんですか？はい、ちょっとショップスペースになってます。はい、もう出来上がりそうですか？そうですね、それでちょっと棒を付け替えて、はいはいはい、で口を広げて、まあ、終わりっていうところですね。せっかくだったらちょっと中の作品とかも見せてもらえたりします？あ、どうぞどうぞ。はい、いいですか？すみません、お邪魔します。はい、もうずっと2ロールぐらいいけますよ。もうあ、できた、できます。もうできそうですか？あ、ちょっと付け替えるのに減ったおうかな。あ、なるほど。じゃあ先にお邪魔しますか。はい、なんか作品だけ見せていただきます。失礼します。そうか、こうやってね、2人でご夫婦で作業していらっしゃるんですね。うわ、失礼します。すごいすごいすごい、いっぱいある。お、綺麗。あ、かわいい。グラスなんかもあるけど、ね、これは何だろう。オブジェというか、うん、なんかね、この辺の綺麗なピンクっぽい、かわいい、ね、コップグラスがあって、こっちは動物、人魚とか、うん、天使とか、ウサギもいる。うん、かわいい。下の方なんか竜がいたり。え、竜？竜？あ、中段。本当だ。あ、竜だ。ね。わ。だ、来年？辰年？あれ、今何年でしたっけ？牛、トラ。今トラですよね。うん、いや、もう。あ、今日ウサギか。ウサギか。来年辰だから。そうか。だから今ウサギが。そうだ。ね。あ。うわ、綺麗。この辺もどうやって作るの、こういうの。あ、すごいですね、奥様作品。ねえ、お恥ずかしい。いや、本当綺麗、綺麗です。綺麗。旦那さんのは結構ピンピンとしてるので。これはじゃあ先ほど作ってた風鈴ってことですか。はい、そうです。ちょっと鳴らしてみます。あ、もちろん。一つずつ音色が違うので。あ、本当だ。で、これどうやったら音色変わるんですか。それが。あの調節できないです。あ、なるほど。出来上がってみての。そうですね。音色のこう音の段階っていうんですかね、うんうん。音色までは調節できないです。組んでみてのお楽しみ。本当に若干のガラスのこうつまむ量で違うんでしょうね。はい、その通りで、はい。この青い色も綺麗ですね。めちゃくちゃいい。ありがとうございます。これはうちで調合して作った色で、違う色をつけた作品ってもう一回溶かし直すことができないんですね。透明に戻らない、色をつけてしまうと透明に戻らないっていうところで、ずっと貯めていたものを1年に1シーズンだけ全部溶かして、さらに
あのうちで色を調合してあのオリジナルのブルー色を、はい、とかして作ってます、まあ、言ったらアップサイクルですね。アップサイクル、はい、じゃあそっか、一回なんか使わなくなったというか、はい、そのもう一回作り直したのがこの作品です。はい、そうです。うわ、なんかちょっとなんかぬくもり感じるさあ、さっきの風鈴が完成間近なんですよね。はい、わあ、すごい、おお、すごいすごいすごい、もうこれでフィニッシュ。そうですね、はい、もういいと思います。うわー、うわー、すごい、大変だけど。まだ暑いので、はい、まあ、冷めたらこういう風に吊るす状態ですね。あれがいい音鳴るわけだね。え、さっき聞いてきましたもんね、チリチリチリーンと。ああ、あえて切り落とすんだ。あえてコン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 で、あ、取れた、おー、すごい。で、今から、あ、あ、なるほどなるほどなるほど、一気をやってるんだな。届いた方は嬉しいですね、これは。本当ですね、うん、皆さんにもラブ届きますよ、ご夫婦のね、愛のね、愛の、はい、もしかしたら2人でこういう愛になっちゃうね。あ、いいですね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 、ありがとうございます、ありがとうございます。この愛の結晶が生まれてるわけですね。ということで、来週伊勢原市からで放送時間9時からに戻りますよ、お楽しみに。あ、うまい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 、あ、いい感じいい感じ、うまいうまいうまい、もっと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 吹いちゃって、もっと吹いちゃって、え、これどうなってんの、え、これ何何何